第18回オリンピックは1964年10月10日日本の首都東京千駄ヶ谷の国立競技場において開幕しました。場内に段井熊さん作曲によりますオリンピック序曲が流れております。かつてクーベルタン男爵はスポーツによって若い人々に健康を与えよう、そしてスポーツの国際的交流によって諸国民の間に理解と信頼を深めようと訴えました。第18回東京オリンピック大会の開会式は刻一刻と雰囲気を盛り上げていこうとしております。今まさに110本の旗竿にスルスルと旗が上り始めました。そして電光掲示板の上、中央に五輪旗、左側日の丸、右側に紫色の東京都旗、一斉に場内に拍手が沸き起こります。そして今電光掲示板にはオリンピックで重要なことは勝つことではなく参加することである、人生で重要なことは成功することよりも努力であるというオリンピック格言がクーベルタン男爵の名のもとに鮮やかに記されております。電子音楽が流れました。オリンピックの鐘、奈良東大寺、高野山金剛寺、京都の千代院、日光輪王寺など日本の有名な各寺院の鐘をあしらいまして、電子音楽と組み合わせましたオリンピックの鐘が流れまして天皇皇后両陛下には二人席にお着きになります。今濃紺の背広を召しになりました天皇陛下のお姿、続きまして紺のシャンタン地のワンピースをお召しになり同じ色のコートを羽織られました皇后陛下のお姿、安川大五郎組織委員会会長がご先導申し上げまして総員起立するうちに正面貴賓席にお着きになろうとしております。7万大観衆の各地に豪尺を賜っておられます。君が代の演奏に続いていよいよ各国選手の入場式です。ビッグマーチに連れまして94カ国各国選手団の入場であります。防衛大学生を持ちますプラカードがまず登場してまいりました。続きまして聖火リレー第一走者を務めましたレオルク・マルセロス選手と控えますギリシャ国旗を先頭にいたしましてギリシャ選手団の入場行進であります。古代オリンピックに勢いを表してこのギリシャ国家の先頭は第9回アムステルダム大会以来であります。そして今キューバチームの入場行進一斉に手にいたしました。今の小旗を打ち切りまして正面近隣に挨拶を送ります。この国の主催国の国旗を持ちまして入場行進はまずオリンピック大会出場キューバをもって初めてとするでやりましょう。手にいたしました人の名がそれだけに一方入っております。先頭国旗を持っておりますのは有料案ヘビー級出場のバドン選手、そして33番目にウィリスチームが入場であります。パッと国旗を放ちましたのはちょうどドイツ選手団と同じ100ライドのスーツを身にまといました。パッと国旗を放ちましたのはちょうどドイツ選手団と同じ100ライドのスーツを身にまといました。水泳ロンズブロー選手であります。ローマ大会200メートル参加国94選手総数5504人の水泳ロンズブロー選手であります。ローマ大会200メートル参加国94選手総数5504人のそれぞれ色彩豊かなユニフォームが7万観衆の目を奪ううちに入場行進は通過。参加国94選手総数5504人のそれぞれ色彩豊かなユニフォームが7万観衆の目を奪ううちに入場行進は通過。5504人のそれぞれ色彩豊かなユニフォームが7万観衆の目を奪ううちに入場行進は通過られます。続きまして89番目大選手団を送りましたアメリカチームであります。アメリカチームの入場行進別選手を持ちます真っ赤な続きまして89番目大選手団を送りましたアメリカチームであります。アメリカチームの入場行進別選手を持ちます真っ赤な続きまして89番目大選手団を送りましたアメリカチームであります。アメリカチームの入場行進別選手を持ちます真っ赤な手作のカバンが一時は赤の靴とともにアンチューバーの上に書いております。ブルーの上に真っ白なズボン、そして真っ白なカウボーイハット、誠に粋なアメリカ大選手団の入場行進であります。選手参加361人、金メダルクラスの名は数え上げることができません。それに続きましては90番目ソビエトチームの入場であります。世界一の力持ち、
ストリート最高のスポーツマンと言われております。10秒目の浦瀬選手は国旗を右腕一本高々と立ち上げております。真っ白のスーツと女性選手さんは真っ赤なスカーフを右手に高く掲げまして、スタンドに挨拶を送っております。ストリート選手さんの入場行進であります。これまた男子チームも真っ赤なハンカチを右手に高々と掲げまして、入場行進はなかなかにストリート選手さん鮮やかなところを示しております。そして今場内の拍手が一段とこだましました。真っ赤なブレザーコート、真っ白なズボン、真っ白なスカート、そして真っ白な帽子をかぶりました日本選手団の入場であります。日本選手団入場行進参加は378人、東京大会日本選手団入場行進参加は378人、東京大会主催国その真っ赤日本選手団入場行進参加は378人、東京大会主催国その年末につきましても参加20種目各種目に当たりますが先頭が期待されます。日本選手団の入場であります。福井誠選手の本人たちが実践地を先頭にもう一度今右に宝を使いました。実践地の先頭は田島シャペドン、そのその隣に調子にはバレーボールキャプテンの高知の笠井雅井さんであります。ぜひ選手団に続きまして外資選手団が二手に分かれて入場を続けます。誠に目に染めるような真っ赤なブレザーコート、各国選手団の中でも素敵な鮮やかな期待を放っております。今先頭の女性選手にして外資選手団が真っ白帽子を右手に運命を与えまして敬礼を送りました。新席の天皇陛下のすぐお隣ブランデージ会長以下各国の IOC 員主力たちが一斉に立ち上がりまして拍手を送っております。労働タブ日本選手団の入場はあちらにも揃いました。誠に一体感にふさわしい鮮やかな行進を続けております。こうして各国選手団の入場行進は終わりました。ほぼ1時間にわたる入場行進に続き、これより役員の挨拶が行われます。今式台上に上がりました安川組織委員会会長の挨拶であります。開門久しい第18回オリンピック競技大会が本日より15日間にわたり開催されることになりましたことは誠に喜ばしい限りであります。あたかも本年は近代オリンピック復興70周年にあたりますので、これを記念し皆様と共に近代オリンピックの知事クーベルタン男爵のありし日の声を提供して市の事業を推奨いたしたいと存じます。セレブレーレジュードラピックでとレカメルはおしびやセテルにこらるみゆーさつめらせ。ついでブランデージ IOC 会長の挨拶です。The Olympic Movement incorporating 118 National Olympic Committees has now bridged every ocean. 英語のスピーチの後、ブランデージ会長は日本語で、私は近代オリンピックの第18回競技大会の開会宣言をここに謹んで天皇陛下にお願い申し上げます。第18回近代オリンピアードを祝い、本日オリンピック東京大会の開会を宣言します。ファンファーレが澄み切った青空に高らかに鳴り響き、いよいよ大会の幕は切って落とされました。そして今オリンピック参加の調べに乗りまして南門から
6人の海上自衛隊員によりまして奉仕されました五輪旗が入場であります。海上自衛隊鈴木一尉が先導いたしまして、五輪旗の右側に山尾、高田、岡本、左側に中村、吉本、河井田、この6人が高々と五輪旗を捧げ持ちまして、今金石前に差し通ろうとしております。今金州と五輪旗が掲揚されてまいります。ゆっくりゆっくり、一斉に向きを変えまして、この伝統路を中心いたします。オリンピック参加が終わりました。オリンピックが掲揚されました。いよいよ聖火の到着です。場内の人が一斉に北門に集まりました。拍手が沸き起こっております。しかしバックスタンドから拍手が沸き起こっております。高井義雄君の姿が見えました。民家に宝々と聖火を伝えました。高井義雄君の姿が現れました。今正面天皇陛下の前を通過いたします。臨席前を通過いたします。民家に宝々と伝えました聖火は、8月21日オリンピアで採火されまして、支持者第1走者モルソン君が走りまして以来、12カ国1万6000キロを空輸、さらに国内4コース6700キロ合わせて10万人のランナーに引き継がれて、昨夜遠くのある一夜を沸かし、今日アンカー坂井義美君へとリレーされまして、今この国立競技場に到着してやります。一斉に各国選手間も列を乱しまして、このバックストリートのところを走ります坂井君の姿に拍手を送っております。今グリーンカーペット木の花に飾られました163番をゆっくりと登り始めました。緑のカーペットに白いユニフォームを身につけました坂井君の悲しみの姿、オレンジ色の炎が誠に鮮やかに次々と階段を登り詰めていきます。今163段をほとんど登り詰めました。これから2を向に変えます。聖火台に到着しようとしております。風上に方向を取りました。聖火台の左台上に上がります。右手を立ったかにしました。7番大観衆の拍手であります。青空を背景にいたしまして、高井君の申します、少しオレンジ色が赤々と燃えております。そして今聖火台に点火されます。右手を差し伸ばしました。一斉に燃え上がりましたオレンジ色の炎、東京大会を聖火の燃えるうちに荘厳な東京大会参加が歌われ、小野選手による選手宣誓が行われます。宣誓、私は全ての競技者の他においてオリンピック競技大会を開こうと主張し、スポーツの栄光とチームの名誉のため、真のスポーツマン精神をもって大会に参加することを誓います。選手代表小野高志。思わず選手たちもスタンドも見上げました。平和の使徒加藤、そして場内は国家の戦勝でやります。一斉に総起立、こうして盛大な開会式は終わり、明る11日からは各競技場において各国選手が鍛え抜いた技を競うことになるのです。競技開始第1日、10月11日、重量挙げバンタム級は期待の一ノ関志郎による金メダルの夢を託して行われました。ソビエトのワホーニン、ハンガリアのフェルディと3人に絞られた優勝争い。フェルディがジャークで 137.5 キロと記録を更新すれば、ソビエトのワホーニン 142.5 キロに挑戦成功しました。こうなりますと一ノ関は一気に 147.5 キロに挑戦して一発を狙うほかありません。さあ注目しましょう。 147.5 キロ上がれば金メダルも十分可能となってまいります。緊張した面持ちです。さあ大変重そうです。あっと落とした、失敗です。 147.5 キロ失敗いたしました。これでバンタム級ソビエトのアレクセイ・ワホーニンの優勝が決定いたしました。こうして1位ワホーニン、2位フェルディ、日本の一ノ関は3位、銅メダルを獲得しました。さて明る12日フェザー級の重量挙げは、いよいよ期待のスーパーマン日本の三宅義信が出場します。
三宅はプレス120キロから3回目 122.5 キロに成功、スナッチは115キロ、120キロと成功。最後の 122.5 キロはどうか。 122.5 キロ、最後のトライアルスナッチであります。天井の一角を見つめております。徐々に力がこもってまいりました。慎重に手幅を決めております。呼吸も十分整ったようであります。さあ力がこもります。さあどうでしょう。 122.5 キロ、結構ここにある力を発揮いたしました。最後のジャーク145キロ、150キロを上げ、ほぼ優勝を確定した後 152.5 キロに挑戦します。最後のジャークのトライアルでやります。慎重です。だんだんと力が上がってまいり、おーっと声を上げました。手首が返りました。 152.5 キロは練習でももちろん上げている。さあ足を裂いた、足が並んだ、腕が伸びた、ちょっと腹がついている。止まれば成功、止まるか、あー止まった、止まった、白いランプ3つ成功。バーガーについて、ついにトータル 397.5 キロを堂々とマーク。3つの世界新記録と今大会日本初の金メダル、誠に立派な三宅の優勝です。金メダルを前に掲げまして、2500人の観衆に見てくださいと今前の方に走っております。三宅であります。さてレスリングフリースタイル、まずフライ級決勝は日本の吉田対韓国の張。ポイントは2対0と吉田がリードしております。あと残り時間は15秒。レスリング初の金メダル吉田義勝によって日本陣営に落とされることができるかどうか。あと8秒、7秒だ、6秒だ、5秒、ほとんど優勝は確定。飛び込んだ吉田、飛び込んだ、点が直した、2点欲しいか。4対0だ、ゴングだ。続いてバンタム級決勝、日本の植竹はベテラントルコのアクバシと対戦。前半0対0からコーションによる1点を先取されました。しかしその後1点を返し同点に持ち込んだ植竹。さて残り時間はあと2分となりました。残り時間はあと2分。まだ飛び込んだ、植竹が飛び込んだ、さあ持ち上げたい、持ち上げたい、フラットを取りたい、フラットを取った、取った、さあどうだ、植竹取った、取った、取った、フラットを取った、得点も奪った、完全にコントロールした、植竹リードした、逆転だ、植竹躍進だ、バックした、バックを完全にコントロール、さあ躍進逃げる、躍進逃げました、逆足逃げます。上竹逆転、上竹逆転、2対1、2対1、上竹見事に逆転。そして試合時間はあとわずかとなりました。逃げ回った、あと8秒だ、7秒だ、6秒だ、優勝はもちろん、あと5秒だ、4秒だ、3秒だ、7秒だ、1秒だ、優勝決定。ゴング期待のフェザー級、渡辺治はソビエトのホワシビリと金メダルを争います。前半渡辺がワンポイントを取ったまま試合時間は制限間近。あと残り時間は20秒。フォアシビリがフラフラになりながらもよくタックルを見せております。この辺りフォアシビリの記録十分であります。渡辺も何とかして相手を捕まえようとします。さてフォアシビリが1点を挽回したいところ、残り時間は10秒を切った、あと5秒になった、あと4秒で渡辺の優勝は決定する。2秒だ、1秒だ、後ろバットを取った、後ろを持ち上げてテイクダウンした。日本レスリング軽量級はフライ、バンタム、フェザーの3クラスに堂々3つの金メダルを獲得しました。1日置いて16日から展開されたグレコローマンスタイルは19日各クラス決勝が行われ、バンタム級の市口正光がチェコのシベツを下して優勝、ライト級の藤田が4位に決定した後、フライ級の王座をかけて期待の花原勉とブルガリアのケレオソフが対戦。同点のまま残り時間がわずかとなりました。さあ場内が沸いてまいりました。金メダルは目前、取れなかったまいりました。マットの中央、ケレオソフ同タックルに入りましたが十分ではない。花原よく切る、切った、うまく切りました。さあ飛び込んだ、花原飛び込んだ、追い出しになった、追い出しになった、倒れた、倒しました、肩が抜いた、花原交代、花原交代、バックを取った、ほとんど時間がない、場外に流れました。2点追加、2点追加、時間ない、時間がありません。ゴング、ゴングは聞こえません、ゴングは聞こえませんでした。試合終了。日本の原がついにフライ級のチャンピオン、フライ級を制覇。そしてチャンピオンの表彰式が行われます。
パム級チャンピオンの沖内が台に上りました。そしてルーマニアのテルニア、チェコのシバク、両選手が2位3位の台に上がりまして握手を交わします。浅い握手。東京都知事東 IOC 議員の目頭もどうやら進んでいるレスリングはフリースタイル3つ、グレコローマンスタイル2つ、計5つの金メダルに輝いた日本チームでした。10月13日水上競技はまず日本の福島選手の出場する男子 200m 背泳ぎの決勝を迎えました。やるか福島、綺麗にスタートを切りました。大きく跳ね返りました福島。今右手左手と書きましたがちょっと遅れています。早いのは8コース。 100m から3番目あたりを福島選手力泳を続けますが、まもなく最後のターンにかかります。そして1コース最後の50だ。福島、しかし福島抜かれてしまいました。グラスぐんぐん飛ばした、そしてデイリーも飛ばした、福島落ちてしまった。現在4番目。あと残すところ25、あと20になってしまった。福島落ちてしまった。グラウとデリーの争いだ。福島4番目。なんとか3番目に入れ。福島ラストスタート早いだ。3番目に入るか。先頭は4コース、グラウスか。グラウスまもなくゴールだ。グラウスが入った。グラウス選手5コースが入りました。福島とそれからグレットはどうだ。ほとんど同時であります。1着グレーフアメリカ2分10秒3、世界新記録。2着デイリーアメリカ2分10秒5、3着ベネットアメリカ2分13秒1。日本の福島は4位入賞、2分13秒2でした。続いて女子 100m の自由形決勝では、オリンピック2連覇のオーストラリアのドン・フレーザー選手、果たして3連覇なるか期待のレースです。50メートルのターンの後、アメリカのスタウダーとデッドヒートを展開します。50だ、折り返し。今折り返したフレイザー、ついに5コース、1コース折り返しました。あとはどんどん通りであります。3コースのラインも頑張っているカナダ。折り返しました。先頭はフレイザーでやります。まもなく70、75にかかろうとしております。普通のターンを行いました。27秒7。先頭はフレイザー、しかし5コース頑張った。スタウダー並んだ。75を過ぎました。スタウダー頑張っています。あと残すところ20だ。しかしながらフレイザー出ている。体半分ほど出ている。1コースもできた。フレイザーわずかに出ている。コースロープが赤に変わった。わずかに出ている。4メートルだ、3メートルだ、2メートルだ、1メートル。4コース入りました。続いて5コース、わずかにスタウダーを越えました。健闘アメリカ、スタウダー健闘をいたしましたが、わずかにフレイザー入りました。オリンピック3連覇。明くる14日、女子 100m 背泳ぎはフランスのキャロン、日本の田中聡子、両選手に期待が集まります。混沌としたレースで各選手ほとんど一線に並んで 50m のターンにかかります。ランストロークほどリードを奪ったようです。あと 10m で50の折り返し、一発にかける田中、あるいはキャロンか。今藤尾を折り返した。ほとんどピックターンだ。さあ勝負の頃、中村が40、これが40、キャロンのストロークは55。さあ残りはわずかになりました。キャロン出たか、キャロンが出たようです。中も頑張った。キャロンが出ております。キャロンが先頭。それを追ってファーウソンでやります。キャロンとファーウソン、田中打ちました。田中は第3位か。いや、田中は落ちたか。キャロンが優勝か。あとわずかだ。4メーター、3メーター、2メーター、キャロンゴールイン。1着ファーガソン、アメリカ1分7秒7、2着キャロン、フランス1分7秒9、3着デュンケル、アメリカ1分8秒フラット。そして日本の田中選手は自己最高記録の1分8秒6をマークしながら4位入賞に終わりました。17日、期待の男子 1500m 自由形決勝には日本の佐々木選手がウィンドル、ネルソンなどの強豪を相手に出場です。1回できれいにスタートを切りました。世紀の 1500m 自由形決勝であります。横一線となりまして、大きく水しぶきを上げながら 15m から 20m、 まずプールの中央線に向かわんとしております。1コースのファーレーがポンと飛び出しまして、体半分くらいリードを取りましたが、これを追ってウッド、その差は一身長と開きました。アメリカのネルソンがこの辺で反撃に移りますかどうか。しかし差は 10m から 15m 近く開いてしまいました。ちょっとウィンドル、ここでピッチを上げましたが、ウッドとの差がギリギリと開いてまいります。あと 10m で、オーストラリアのウィンドル先頭を切って、いよいよ最後のターンです。ピッチを上げた、ラストスパートに入った。最後のターンを見せました。さあウィンドルか、それともコンドライターンを見せましたのはアメリカのネルソンであります。その差は 3m から 2m であります。まだ水が空いておりますが、その差が詰まりそうだ。1400
1475、ネルソン迫った、ネルソン迫った、ネルソン迫った、一身長なくなった、一身長なくなった、1485、ウィンドル、もうラストスパート、ラストスパート、ネルソンも頑張った、一身長差は縮まらない、あと5メートル、4メートル、3メートル、2メートル、1メートル、1着、ゴールイン、ウィンドル1着、ウィンドル1着。こうしてしのぎを削った激戦の末、1着、ウィンドル、オーストラリア、17分1秒7。2着ネルソンアメリカ17分3秒フラット、3着ウッドオーストラリア17分7秒7、期待の日本佐々木選手は6着入賞、17分25秒3でした。水泳最終種目800メートルリレー、日本はついにこのレースに最後のメダルの夢をかけるのみとなりました。福井岩崎昌司と健闘、第3位を保持、アンカー岡部にタッチされ最後の力泳です。750折り返した、日本の岡部あと5メートルで750を折り返します。日本3位に入りますかどうか、可能性が出てまいりました。スランダーは今600、775から785、あと10メートルスランダー、そして第2位はドイツ、日本の岡部頑張れ、あと25、ウィンドルが迫った、ウィンドル迫ってきた、岡部頑張れ、今1着アメリカゴールイン、世界記録、第2位はドイツ、日本あと10メートルであります。ウィンドルが迫っているが、岡部頑張れ、あと5メートルだ、4メートル、頑張れ岡部、日本3着、1着アメリカチーム7分52秒1、世界新記録、2着ドイツチーム7分59秒3、3着日本チーム8分3秒8でした。第3位、日本チーム。いよいよ日本チームの表彰であります。日本の各選手が選手控え席で拍手を送っています。まず福井君、福井君は2分00秒7、続いて岩崎君、早稲田の学生、2分00秒8、第3泳者昌司君、2分1秒8、そしてアンカーの岡部君は2分00秒5で泳ぎました。銅メダルを得ます。こうして水上競技はアメリカの圧倒的な勝利に終わり、全22種目中16種目に優勝。日本は最終種目800メートルリレーで銅メダルを獲得したにとどまりました。日本武道館における日本の国技柔道は、まず20日、軽量級中谷選手がスイスのエンニ選手を合わせ技一本で破り金メダルを獲得した後、明る21日中量級決勝は岡野選手対ドイツのホフマン選手の対決です。試合開始後やがて1分です。右側の隅1分近く今立っております。もう1回背負い投げ、今度は岡野の背負い投げはダメ、これは強引すぎました。右狙ってますね。岡野の背負い投げはちょっと強引すぎました。まもなく1分に近づこうとしております。ファイトマンマンのドイツのホフマンであります。岡野との決勝戦15分間、また共に襟袖を握り合いました。両選手強引に外掛けから逆に十字固め行こうとしました。岡野上に乗りました。岡野上になりまして寝技に持ち込もうとしております。岡野寝技、岡野寝技、横潮固め、あ、体勢が入るか、はい、肩決まってきましたよ。抑え込みになりそうだ、抑え込み、見事に決まっています。決まりましたね。崩れ横潮固め、見事に決まっております。5秒過ぎました。間もなく10秒であります。すでに10秒、長いランプがついた。12秒、13秒、14秒抑え込んでいる。肩が決まっとして、肩が決まっている、跳ね上がらない。20秒経過、間もなく20秒経過しました。あ、完全です。崩れ潮固め、崩れ横潮固め、15秒、あと5秒、あと3秒、あと2秒、あと1秒、跳ね、金がなりました。始まったね、優勝であります。こうして岡野が柔道2つ目の金メダルを獲得すれば、22日の重量級も猪熊選手がカナダのロジャースに優勢勝ちを収め3つ目の金メダルを取りました。さて、注目の無差別級は世界選手権保持者オランダのヘーシンクに神永明夫選手の挑戦です。神永、柔道日本の名にかけて世界選手権の雪辱なるか。神永公正に試合を運び、左体落としをかけましたが、ヘイシンク待ってましたとばかり逆に腰を捉えて潰しにかかり寝技へ引き込みます。体落とし、大内刈り、今度は寝技に入った。ヘイシンク後ろから寝技に入った。寝技、さらに大きく体を返そうとして、今逃げろな。体固めに入りました。5秒経過であります。これはちょっと苦しいか。崩れ下げ、7秒8秒、9秒、今10秒経過であります。懸命に抑えています。
精神を抑えています。オランダの選手団が立ち上がった声援、懸命に跳ね上がっています。神永、いよいよ15秒経過、間もなく20秒。削る笠方までやります。その選手を破って世界チャンピオンになったあの笠方までやります。25秒経過、あと3秒、あと3秒、2秒、1秒、もうなく金平心勝ちました。笠方までやります。ついに平心勝ちました。オランダの選手が立ち上がった。神永惜しくも敗れ、平心区の優勝となりました。しかし同じ23日、後楽園アイスパレスにおけるボクシングバンタム級決勝では、日本の桜井孝夫選手と韓国のテイ選手が金メダルを争いました。桜井すでに第1ラウンドで2回ダウンを奪い、第2ラウンドです。ラウンドで入っています。日本の桜井、第1ラウンドはもちろん取っています。またフリンチからボディを狙いました。ボディボローが欲しい。これは右、離れ際、右の服、これが入っております。手もちょっと手が出なくなりました。またほら、ダウンしました。ロープに詰まってダウン、右、左と入りました。桜井の番手は威力を示しています。カウント6、7、8、第2ラウンド50秒でまたしても3度目のダウンを期しました。せい、また右の服入った。右の服ノーガードで入りました。左入った、左の服入りました。桜井気持ちよく入っています。右、左と服が入っています。ジャブを返します。低身長、また赤コーナーに詰まっています。左服入った、裏右ワンチョン、またダウンでやります。第2ラウンド2度目のダウン、服を4度目のダウンでやります。4度目のダウンを期しました。桜井校長、桜井会長、金メダルに向かって突進しています。日本桜井優勝なる。日本桜井優勝なる。デプリーストップ、デプリーストップコンテスト、日本に初めて金メダルをもたらしました桜井。さて、日本最も金メダルの期待される体操はウルトラ C の成果をかけて優勝を目指します。男子は団体総合でローマに次ぐ2連覇を飾り、種目別では早田が釣り輪で、山下が跳馬で、遠藤は平行棒で、それぞれ金メダルを獲得しました。また個人総合では優勝を目前に遠藤幸雄選手が最後の種目鞍馬に臨みます。遠藤始まりました。遠藤が早くも馬備旋回移行で中央連続移行で、こちら側のサイド、はい、ディアボルトで馬にまたがった。これは大きな減点です。前交差、そして連続、ついに最後にボガがをやりました。そして今度は後ろ交差でやります。私も思わず4を忘れてしまうぐらいのショックでございました。右旋回、また尻餅をついた、大きな失敗。そしてぐるっと回って降りちゃった。遠藤、これが偉いことになりました。この遠藤選手の失敗は優勝にどう響くか、今その得点の発表が行われます。何点でしょう、運命の点数。あ、手叩いてますよ。あ、出た、大丈夫です。 9.1 出ました、はい、大丈夫です。 9.1 出ました。遠藤、ついに個人総合の金メダルを獲得しました。一方、女子は団体総合の優勝をソビエトが獲得、日本はチェコに次いで第3位、銅メダルを獲得しました。個人総合ではチェコのチャスラフスカが宿敵ソビエトのラチニーナを破り、見事優勝を成し遂げ、明くる22日から始まった種目別においても好調を続け、平行棒は落としましたが跳馬で優勝。23日、3つ目の金メダルをかけて平均台に臨みます。これから上半身下半身でぴったりとくっつきます。くの字というよりも本当に額が足にぴったりくっつきました。その得意の見せ場を終わりまして立ち上がります。平均台の中央です。今度は浮き腰、中腰から前方展開をいたしました。平均台の端で向きを変えました。右の足を後方へ、ポーズをとってステップを踏んで真ん中です。またターンをいたしました。ちょっと右側に体が揺れました。小さな過失です。左側足を上げました。そして今度は側転からバック宙返り降り、見事な演技。チャスラフスカ、ついに個人総合跳馬に続いて3つ目の金メダルを獲得しました。チャスラフスカ選手の優勝を称えて、チェコスロバキア国歌の吹奏です。10月23日、閉会式を明日に控えて、駒沢屋内競技場は熱っぽい空気に包まれ、今注目の日本対ソビエト女子バレーボールの決勝が行われようとしています。どちらも無敗の強豪同士、世界一の金メダルをかけた世紀の一戦です。強打を誇りますソ連か、それともまた総合力を誇ります日本か。ソ連のサーブでいよいよ世紀の決戦の火蓋が切られるわけであります。
ゆっくりとボールを弾ませました。ソ連のサーブでいよいよ試合が始まります。じっと見守ります大観衆。ソ連のサーブが入りました。日本松村がボールをレシーブ。葛西がトスを上げて磯部のスパイク、懸命にソ連が拾いました。日本陣内宮本のスパイク、懸命にこれもソ連が拾っている。ソ連がトスを上げました。右の方からロシチナ、しかしながら日本これを拾えません。ソ連がまず1点を先行いたしました。第1セットはソビエトの立ち上がり早く、むしろ押し気味に日本チームを攻めます。リスからの強烈なスパイク、ルイジョワの見事なレシーブは日本の磯部谷田の鋭いスパイクをよく拾い、前半ソビエトがリード。その後一進一退の熱戦からリスカルのサービスエースでまた7対6とソビエトがリードします。リスカルの強打、やはり痛烈なものがあります。日本ボールを拾うことができません。右の方から回り込んだリスカル、しかしながらリスカルは後ろの方に回りました。サーバーでやります。現在前衛はリジョワとそしてブルダコーはそういったあたりが入っておりまして、強打のリスカルはサーバーに回りました。日本はこの時チャンスでやります。得点は6対6、サーブが入ったが入りました。サービスエースでやります。リスカルのサービスエース、得点は7対6とソ連がまた1点のリードを奪いました。均衡が破れました。リスカルの素晴らしいサーブが入りました。日本のエンドラインいっぱいであります。日本はこれを見送りました。依然としてリスカルのサーブが続いております。7対6ソ連が1点リード。サーブが入りました。日本ボールを拾いました。葛西がトスを上げました。中央から左の方に送って、谷田のフェイントはソ連拾った。トスが上がった。今度はブルダコーワのスパイク、日本ブロック、懸命に拾っているソ連。ソ連トスを上げた、左の方に送って、カメネクのスパイク、日本ボールをレシーブ。トスが上がりました。谷田が中央攻撃決まりました。谷田の中央攻撃鮮やかに決まりました。こうして日本サーブ権を取り、その後キャプテン葛西のトスをハンダがスマッシュに決め、7対7の同点に持ち込んでから、日本チームは調子を上げ、第1セットを15対11と先取しました。そして好調の日本チーム、第2セットも一方的に攻め、14対8のセットポイントです。さあ第2セットもセットポイントになりました。得点は14対8、日本が第1セットを取っておりまして、第2セットサーバーは磯部。磯部がゆっくりとボールを構えている。オーバーハンドのサーブが入りました。さあカメネスがボールを拾いました。トスが上がりました。中央だ、リスカルだ。リスカルが打ちました。アウト、スパイクアウト。リスカルのスパイクミス。第2セットも日本が取りました。15対8であります。第2セット15対8、日本が取りました。さていよいよ第3セット、日本のストレート勝ちなるか。日本また一方的に攻め、14対9のマッチポイント、あと1点で優勝決定。しかしさすがにソビエトしぶとく食い下がり、エースリスカルの奮闘で10、11、12点とその差を詰めてきました。またソ連にサーブが移りました。ソ連はロシチナのサーブが入りました。これはサービスエースであります。ロシチナサービスエース、得点は14対13。ソ連あと1点に追いつきました。大接戦になりました。第3セット、得点は14対13。さあロシチナのサーブが入りました。日本ボールをレシーブ。松村がトスを上げました。左を送って磯部のスパイク、懸命にソ連ブロック。宮本のキック、宮本のキック、懸命にソ連が拾った。ブルダコーワがトスを上げた。右の方からのスパイク、日本懸命に拾った。日本拾いました。磯部のスパイク、磯部のスパイクもブロックされました。ソ連懸命に拾っている。3つ目で返りました。日本ボールをレシーブ。チャンス。さあトスが上がった。さあ磯部のクロス、懸命にソ連が拾っている。ソ連ブルダコーワトスを上げました。右の方からスパイク、日本懸命にこれを拾った。宮本拾って磯部磯部のストレートがソ連ワンタッチになりました。またマッチポイントであります。またマッチポイントであります。マッチポイントはこれで6回目。得点は14対13。第3セットであります。サーバーは宮本。ソ連が守備を固めます。さあサーブが入りました。宮本のサーブを拾いました。ゆっくりとトスを上げた。日本陣内にボールが入った。これが直接入ったがダメ。日本ソ連にオーバーレット、ソ連にオーバーレットがありました。日本に連勝であります。日本悲願を成し遂げました。この瞬間に青春をかけました。あの激しい練習がしっかりと鮮やかに今花を咲かせたわけであります。抱き合って踊り上がっている選手たち、おめでとう。12人の魔女たち、おめでとう。大松監督、日本チームついにストレートでソビエトを下し優勝です。優勝直後の感激に震えながらも自信に満ちた大松監督の声。そうですね、ただ最後にちょっともたついたのがね、やはり私の、まあ、思ったようなあれじゃなかったけどね、まあ、3対0で勝つということは、まあ、私自身も今までのね練習場、まあ、あれは当然だと思うんですね。そして、まあ力においても私が常々7冠にしなきゃいけないと言うとったのも、まあ、現在の力で見るとやっぱり7冠に私はなってたと。だから私のその、まあ、放送がずっとあのようにして、ついに今日の時に最高のことになったと言えるんですね。
優勝した日本チームのキャプテン笠井雅恵選手、中央壇上に上り、これより表彰式が行われます。中央壇上に上り、これより表彰式が行われます。第1位、日本。本当に素晴らしい優勝であります。笠井キャプテンが壇の上に上がりました。壇上に上がりました笠井キャプテンの首にしっかりと金メダルがかけられました。この瞬間を待ちわびたことでありましょう。嬉しそうです。しかし堂々と胸を張っております。笠井雅恵選手たちに次々に金メダルがかけられていきます。優勝チームの栄誉を称えて国家を追悼し、君が代です、国旗を掲揚いたします。堂々たる優勝。オリンピックにおいて日本の女子選手が金メダルを獲得したのは昭和11年第11回ベルリン大会における前畑選手以来のこと。ここに日本女子2つ目の金メダルを獲得したのであります。陸上競技第1日14日は期待のレース男子1万メートルの決勝が行われました。用意、すぐピストンがありました。スタートを切りました。内側の方に走っております。機械のロンクラーク非常に強心であります。今からちょうど38名の真ん中あたり内側を走っております。そのクラークの内の方にニュージーランドのハルバーグの姿が見えます。まもなく 100m を過ぎましてバックストレッチに入ってまいります。先頭はチェコのトマーシ、これが先頭に立ちました。真っ赤なユニフォームであります。一際目の強心のロンクラークは中ほどについております。アメリカのミルズ、チュニジアのガムーディ、オーストラリアのクラーク、エチオピアのマモ・ウォルディなど1万メートルの長いコースを抜きつ抜かれつの激戦、日本の円谷選手が健闘しています。しかし日本の円谷もよく頑張っております。まもなく第2コーナーを回ってバックストレッチに入ってまいります。円谷健闘であります。さて先頭のロンクラーク第4コーナーを回ります。いよいよホームストレッチ8700を通過、8800になってまいりました。先頭ロンクラーク超えてできました。ガムーディ、そしてマモ、ミルズ4人依然として譲りません。ミルズが4番目ちょっと遅れました。ロンクラーク、チタイとガムーディを追いました。ガムーディをチタイと追いました。8800通過、あと3周でやります。あと1200でやります。大激戦、大激戦、あと1200でやります。大激戦、大激戦、先頭の4人は予断を許しません。またガムーディ、ガムーディが先頭を入れました。第1コーナーから第2コーナー、ガムーディ先頭、ほとんど風もない、気温も下がっている。世界新記録には絶好の条件であります。つぶだや出た、つぶだやが出ました。つぶだやストレートの岩層を抜きました。今5番目、つぶだや第5に上がりました。つぶだやと20メートルで8800を通過でやります。つぶだや今8800を通過しました。あと最終でやります。つぶだや頑張れ、あと最終でやります。この分で回りますと第5位を確保できず、ガムディも頑張っている。あと1周、先頭はロンクラーク、体が鳴った、体が鳴りました。いよいよあと1周でやります。9600を過ぎました。ミズがスパート、ロンクラークも内側で頑張っています。ガムーディもその後ろ1メートルを置きましてぴったりとついています。先頭の3人、あ、内側から出た、ちょっと走路妨害あった。ロンクラーク腕で相手を後ろ来ました。その中割り込むようにしてガムーディ先頭、ガムーディ先頭であります。バックス中央、ガムーディぐんぐん飛ばしました。ガムーディ先頭、ロンクラーク頑張っています。バックス中央過ぎました。操作は2メートル3メートル、ロンクラーク頑張りました。いよいよあと200でやります。あと200、ガムーディぐんぐん出ました。ガムーディ出ました。差が4メートルから5メートル開いております。先頭はガムーディ、ロンクラークスパート、クラークがスパートしました。クラーク3コーナーから4コーナースパートした。その差は2メートル、ミズは遅れました。ミズは3番目でやります。先頭ガムーディ、ガムーディ、しかしロンクラーク出た、ロンクラーク出ました。いよいよあと100メートルでやります。あと100メートル、ロンクラーク先頭、ガムーディと並んだ、並んだか。ガムーディも頑張った、ロンクラークも頑張った。あと50メートル、40メートル、ガムーディ頑張った、ガムーディ頑張った。ミズが出た、ミズズ、ミズズ、ミズズでやります。抜きました、ミズズいました。あと5メートル、ミズズ優勝。続いてガムーディ、3番目がロンクラーク、1万メートルついにアメリカ初めて優勝であります。1着ミルズ、アメリカ28分24秒4、2着ガムーディ、チュニジア28分24秒8、3着クラーク、オーストラリア28分25秒8、そして日本の円谷選手は6位に入賞、時間は28分59秒4でした。
こうして長距離に弱いと言われたアメリカは戦後初めて1万メートルに金メダルを獲得し、日本もベルリン大会の村越康平以来の6位入賞を果たしたのであります。15日、男子100メートル決勝は日本のホープ飯島秀夫選手が予選では10秒3、当然決勝進出の記録を出しながら、準決勝では10秒6と7位に終わり、惜しくも決勝進出を逸しました。アメリカのヘイズ・ペンダー、カナダのジェローム、ポーランドのマニアック、ドイツのシューマン、コートジボワールのコーヌ、バハマのロビンソン、そしてキューバのフィゲロラの8人により、いよいよスタート。緊張の一瞬です。綺麗に一度でスタートを切りました。早くも10メートルを過ぎた。弾丸がこっちへ向かってくるようだ。先頭はヘイズだ。ヘイズ50メートルを過ぎた。ヘイズ先頭です。3コース頑張っている。フィゲロラ頑張っている。フェイズあと20メートルだ。10メートルゴールにフェイズが入った。そして2着にはフィゲロラあるいはマニア、クワードリーが揃って入りました。誠に8つの弾丸がこの放送席の方に向かって飛んできました。1着ヘイズ、アメリカ10秒フラット、世界タイ記録、オリンピック新記録。2着フィゲロラ、キューバ10秒2、オリンピックタイ記録。3着ジェローム、カナダ10秒2、同タイム、オリンピックタイ記録。2着3着は科学のオリンピックといわれる東京大会の写真判定によるものでした。追い風 2.5 メートルとはいえ、予選において10秒の壁を破り、9秒9の記録をマークしたアメリカのヘイズ。決勝では惜しくも10秒フラットでしたが、得意な内股のフォームで恐るべき強みを発揮して見事金メダル。これからその表彰式が行われます。シドニー上列によりまして、これから金メダルが渡されるわけであります。トレーニングシャツ、トレーニングパンツをつけました。その頭の上にはカウボーイハットをかぶりました。白い形、なかなか愛嬌たっぷりに今右手握手を割りました。右手を高々と上げまして、この国立競技場のお客様に応えております。国旗の掲揚であります。電光掲示板の方に向きを変えました。16日の男子800メートルの決勝です。スタートを切りました。800メートル決勝スタートであります。1コーナーから2コーナーへ向かいます。まだ満を持しましたフィネル。今3コースのベルギーのペネワートあたりが先頭に立ちました。まもなく2コーナーを終わり切ります。バックストッキーに入ります。ニュージーランドのスタースネル、ジャマイカの旋風カー、カナダのクロザースなど8人による熱戦が展開されています。スネルの上がった、スネルがあります。4番目、スネル4番目であります。先頭はキクリムト。まもなく第3コーナーあと200、スネルが出た、スネル出た。第3コーナーを待って、スネル先頭、スネル先頭、カーンを追っている、スネル先頭だ、スネル先頭。今、あと200、あと150でやります。第3コーナーが第4コーナーへ、スネル猛然とスパート、スネル猛然とスパート。第4コーナーを回った、ホームストレッチに入った、カーンも出た、カーンも出た。しかし、スネル先頭、スネル先頭でやります。その差は2メートルから3メートル、スネル頑張っている、カーンを追っている、カーンを追っている。そう、クロダースが出た、カードのクロダースが出ました。先頭はスネル、あと10メートル、あと5メートル。スネル優勝、続いてクロダース、3着は分からない。1着スネル、ニュージーランド1分45秒1、オリンピック新記録。2着クロザース、カナダ1分45秒6、オリンピック新記録。3着キプルグト、ケニア1分45秒9、オリンピック新記録。カーは残念ながら4着、1分45秒9の同タイムに終わりました。陸上競技4日目、17日の国立競技場は棒高跳びの決勝です。過去14回、このオリンピック棒高跳びの金メダルはアメリカが獲得していますが、果たして15連勝なるか。ドイツのラインハルトがすでに2回目5メートル5を超えています。アメリカのハンセン、5メートル10の最後のトライアルに失敗すれば優勝はドイツのもの。ハンセン、今その最後の跳躍にかかります。予想をいたしました、アメリカのハンセン。さて、ポールを右肩に担ぎました。まもなく助走を開始しようとする体勢になりました。5メートル10、3回目であります。さあ、いよいよスタートを切ろうとしております。1、2歩前ちょっと出ました。またしっかりと握り直しております。ようやく気持ちがまとまりました。さあ、両手握った、ポールを変えてスタートを切った。ぐんぐんスピード上がっていきます。ぐーっとスピード上がった。いよいよボックスへ突っ込んだ。ポールが足だった、足が伸びた、超えた、超えた、超えました。3度へ超えました。5メートル10、ハンセン両手を上がって飛び上がって登りました。強い。この後ドイツのラインハルトには最後のトライアルが残っています。ラインハルト、最後のチャンスはどうか。これで5メートル10を超えれば決勝はさらに持ち越されることになります。ラインハルトのスタートです。さらに気を取り直してスタートを切りました。ラインハルト最後ボックスへ突っ込んだ。カーナースイングだー、落としました。スイング落としました。
死闘実に9時間余り、精魂尽くしたアメリカのハンセンとドイツのラインハルトでしたが、今ここにハンセン5メートル10をクリア、アメリカは棒高跳びに堂々15連勝を飾ったのであります。2位はもちろんドイツのラインハルト5メートル5、3位はこれもドイツのレーネルツ5メートルでした。18日陸上5日目は男子110ハードルの決勝です。用意、綺麗に一斉にスタートを切りました。最後ジョーンズが出ました。第1ハードから第2ハード、先頭はジョーンズであります。第3ハード第4ハードを超えました。第5ハードを超えた後半に入った。ジョーンズ先頭、リンドグレンが船についている。やはりアメリカ強い。第9ハードを超えました。ラストハードを超えました。リンドグレン、リンドグレンか、ジョーンズか、ジョーンズ、ジョーンズ1着、リンドグレン。さらにイタリア1位ジョーンズアメリカ13秒6、2位リンドグレンアメリカ13秒7、3位ミハイロフソビエト13秒7。ここでもアメリカ断然強みを発揮しました。19日、いよいよ日本のホープ与田彦選手の出場する80メートルハードル準決勝では2位10秒7をマーク、オーストラリアのキルボーン、ドイツのバルツァーに次いでいます。そして今決勝に臨みました。日本の与田選手のメダル獲得なるか、ゆっくりスタート準備を行いました。準備完了、日の丸が上がるかどうか。用意、一発で綺麗にスタート。第1コーナー、まず第1ハード、第2ハード、与田先頭、与田先頭であります。そしてキルボーンが出ました。キルボーン先頭であります。与田現在第3位、イーナープレスも出ました。最後のハードルを超えた。キルボーン先頭が1着、1着しかしポーランドのチェプラが1着であります。結果は準決勝の順位を覆し、1着バルツァードイツ、2着チェプラポーランド、3着キルボーンオーストラリア、タイムはいずれも10秒5、3者同タイムとなりました。そして日本の与田選手は10秒7で第5位に入賞しました。全力を尽くしたその与田彦さんは記者のインタビューに答えて、やっぱり後半のですね、競った練習が今までなかったもんですから、競った時にペースが崩れちゃう。スタートは50分でも自信、スタートのもう3台まではとにかく勝てる自信があったんですけど、最後の7台8台が勝負どころだと思ったので、やはりその通りにいってしまう。やはりあの勝負の厳しさですね、はい、記録を作りもそう言って勝ってから、あの彼とかそう言ってましたけどね、はい、でももう決勝に残っただけで満足してます、うん、もうよく言えば3番のメタルで台に上りたかったんですけど、うんうんうん、できなかったのが残念ですけど、でも力はもういっぱい出し切ったということですね、はい、で記録も10秒7ですから、うんうん、私の実力から言って10秒7がいいところでないかと思います。20日、いよいよ終盤を迎えた陸上競技は女子800メートルの決勝。フランスのデピュリエ、イギリスのパッカースミス、ニュージーランドのチェンバレン、ハンガリーのサボー、ドイツのグライヒフェルト、ソビエトのエリック、オランダのクラーンの8人、これから後半400メートルにかかります。先頭に立っております。そして最下位はソ連のエリックですが、さあこの辺からがあと400は見物であります。デピュリエ先頭であります。エリックが出てきた、エリックが出てきた、エリックが第3コーナーを回るところでエリックが出た。エリックが出ました。そう、あと100であります。あと80になりました。デピュリエ出ます。デピュリエ先頭、その差は大きく2メートルから1秒だ。バッカーが出た、バッカーが出ました。バッカーを追い上げた。あと30メートルでバッカーが出た。ちょっとデピュリエ力は尽きたようだ。バッカーが出ました。バッカーはあと10メートル。バッカーは今1着でゴール。2着はデピュリエ。1着パッカーイギリス2分1秒1世界新記録、2着デピュリエフランス2分1秒9、3着チェンバレンニュージーランド2分2秒8でした。優勝者パッカー城の胸に三千と輝く金メダル、ユニオンジャックが翻り、英国国歌ゴッツセーブザクイーンの吹奏です。さて21日陸上最終日を飾る決勝種目走り高跳びは、ソビエトのブルメル、アメリカのトーマス、ランボの3者で優勝が争われました。3選手は2メートル18に挑み、ランボは惜しくも失敗、第3位が決定した後、ブルメルは1度でクリア、トーマスは2度目に成功しました。いよいよ両選手2メートル20のトライアルにかかります。まずブルベルの挑戦です。十分に気を落ち着きまして、18メートルの助走距離、今助走を開始いたしました。ぐんぐんスピードがあって、今踏み切ったジャンプ、ベリーロール、わーっと抜き足失敗、抜き足わずかにすね当たりで。ブルベルの記録はこれで2メートル18にとどまりましたが、トーマスが次に2メートル20に成功するかどうか、失敗すると2メートル18を一度でクリアしたブルベルの優勝が決定するわけです。トーマス逆転優勝がなるかどうかというところ、大詰めであります。
陸上競技東京大会いよいよ最後、大詰めに近づきました。バーの高さは2メートル20。さてこれから助走を開始いたします。直立不動、バーに向かっています。さて気持ちをしっかりと落ち着けております。ジョン・トーマス、逆転優勝なるかどうかというところ。ブルメルは気が気ではありません。立ったり座ったり。さあ最後の瞬間です。今踏み切ったジャンプ、メリオール落とした、落とした。ついにこうして金メダルはソビエトのブルメルに輝き、センターポールには高々とソビエト国旗、そしてソビエト国歌の吹奏です。こうして8日間にわたる陸上競技の幕を閉じました。大会12日目の21日はオリンピックゲーム中の白尾マラソン競技が行われます。超満員の国立競技場、いよいよこれから午後1時、時報とともにその火蓋は切って落とされます。正規のスタートは今切られました。ショー次であります。盛んな拍手が沸き起こりました。白いユニフォーム、黒いユニフォーム、赤いユニフォーム、黄色いユニフォーム。日本の君原、寺澤、つぶらやの3選手を加えた35カ国68名の出場選手はこれから 42.195 キロのコースを下走ります。マラソン日和の甲州街道5キロ地点はトップがオーストラリアのクラーク、続いてハンガリーの首都、エチオピアのデミシェの順で通過。王者アベでは5位あたり、日本の選手は10位から15位ぐらいを走っています。まもなく9キロから10キロにかかりますが、順位はどうか。ローマの英雄、裸足の王様と言われましたエチオピアのアベベ、これに2人つきましてロン・クラーク、この2人の先頭争い。そしてゼッケン32番のアイルランドのホーガンもまだこの2人に2人つきまして、現在はこうして10キロ地点から断然リードを奪ったアベベ選手はまもなく調布市飛田給の折り返し地点にかかります。今アベベが折り返しました。今折り返し点を過ぎました。アベベであります。続いてホーガンが今折り返しであります。続いて第2グループ、日本選手の折り返しです。2分ぐらいが前にやってまいりました。そうですか。ものすごい拍手を浴びまして、つぶらや4人の選手と一緒になりまして、デミシェ、それから29番をつけております首藤、こういった選手と今折り返しであります。33をつけております選手と一緒であります。今つぶらやが折り返しであります。つぶらやの折り返しは1時間4分35秒であります。つぶらやは折り返しを1時間4分35秒で折り返しております。続きましてゼッケン4番をつけておりますバックであります。そしてまた今75番の君原であります。君原あと10メーターで折り返しであります。君原懸命に頑張っております。いや唇をかみしめまして苦しそうな表情でありますが、今君原折り返し、折り返し地点20キロ541メートル77を過ぎ、すでに危険選手を出しましたが、先頭は依然力走を続けるアベベ。急道と合流いたしました。急道と合流いたしまして、まもなく30キロ地点に差し掛かります。30キロ地点に差し掛かります。先頭エチオピアのアベベ選手、沿道の拍手を浴びまして、なおも力走が続いています。左右左右左右という非常に何かこう、このやがて40キロ地点にかかるエチオピアアベベ、断然強い。40キロ地点を通過いたします。顔の汗を拭います。しかし元気いっぱいであります。顔の汗を拭って、そして今スポンジをポンと投げ捨てて、3時5分10秒の通過であります。力いっぱい、あっという間に今度は41キロ方向に向かっていきました。しかし日本の円谷選手も後半ぐんぐん追い上げて2位に入りました。君原は11位、寺澤は14位あたりを走っています。円谷です。円谷が見えました。ようやく来ましたか。はい、お願いします。パッと吐いて力いっぱいです。人も衰えておりません。円谷第2位、この歓声を聞いてください。異常並木の中を無表情に。ついに阿部部選手は代々木門をくぐって競技場へ爆進します。まずお聞きください。阿部部美希良、今姿を見せました。今姿を見せました。全く疲れはありません。真っ黒な体、真っ黒な体。そしてグリーンのユニフォーム、エビザ色のパンツ。今第1コーナーから第2コーナーの膨らみを回りました。しばらくはこの大歓声をお聞きいただきましょう。余裕しゃくしゃくトラックを回り、いよいよゴールに差し掛かります。あと50メートル、あと10メートル疲れはない。今テープを切った。両手を優勝エチオピアのアベベ選手、2時間12分11秒に世界最高記録、堂々たる金メダル。
ところで日本の円谷選手はどうか、そして君原はキロ地点から今円谷選手が到着いたしました。そうですか。アベベ選手に遅れることちょうど4分です。4分遅れて今41キロを通過いたしました。そうですか。あと2分30秒でそちらに着きます。円谷を追って2位を保持して円谷選手、続いてイギリスのヒートレー、いよいよ最後のトラックのデッドヒート、競技場に上がるかどうか。大歓声。円谷です。しかしながらすぐにヒートレーが追っている。デッドヒート、その差はおよそ10メートル。第1コーナーから第2コーナーの湾曲部、円谷頑張れ。1メートル63センチ、1メートル63センチを1メートル72センチを追っている。第2コーナーを回ったバックストレッチ、差は変わらない、差は変わっていない。15メートル、バックストレッチの中央です。バックストレッチの中央だ。ちょっと追い上げた、ヒートレーが追い上げた。円谷頑張ってくれ。あと200でやります。あと200、円谷頑張れ。1メートル63センチ、1メートル72センチを追った。ピッチを上げた、ヒートレーが追い込んだ。ヒートレーが並んだ。あと200で並んだ。ヒートレーが抜いた。円谷第3位に落ちました。第3コーナーから第4コーナー、久しぶりの勝負はあと残っている。あと2分残っている。ここは10メートル。残りの勝負のところは100メートル。あと100メートル。ヒートレイはしかし余裕を持っている。円谷も頑張れ。さあだんだんと開いていきました。第1着はヒートレイ、あと30メートルです。金髪が光っています。ヒートレイ今10メートルです。あと10メートル。今ヒートレイ2着でゴール。続いて3着で円谷ゴールインです。全力を出し切って自己最高のタイムを出し、陸上最終日のマラソンでついに国立競技場に初の日勝旗を挙げた円谷選手、その喜びの声です。おめでとうございます。ありがとうございます。最後250m、残念だったですね。ああもう精一杯で、あまりに突発だったもんですから、もうどうしようもなかったですね。あそこの瞬間ご自分ではどういうふうに思ってらっしゃいましたか。もう本当に何も言えなかったですね。もうあっという間にちょっと出られてですね、まさかあんなそばに来てると思わなかった。あそうですか。そして表彰式、円谷選手銅メダルを獲得しました。神秘的ともいえる超人的強さを発揮、見事マラソンにおけるオリンピック2連勝という新記録を打ち立てたアベベ選手をたたえ、エチオピア国歌の吹奏です。10月24日午後4時、夕闇迫る国立競技場は15日間にわたるオリンピック競技の全種目を終了、そして今ここに閉会式を迎えようとしています。のような潮台のような音が上がってまいりました。美智子妃殿下、皇太子殿下、お揃いでロイヤルボックスに今お立ちになりまして、天皇皇后両陛下をお迎えでございます。電子音楽の響きのうちに午後5時、天皇皇后両陛下はロイヤルボックスにお着きになりました。国歌「君が代」の吹奏に続き、旗手を先頭に各国選手の入場が開始されました。今真っ白なズボン、本の上に白いタスキをかけました。防衛大学の生徒によりまして保持されましたプラカードが入場してまいります。まず最初はギリシャの国旗であります。旗が続いておりまして、その後ベネズエラ共和国、旗を大きく振りまして場内の拍手に応えております。今ロイヤルボックス前に差し掛かってまいりますが、騎士はまだその旗を振るのをやめません。場内から思わず拍手が起こっております。続いてベトナム共和国、その後にユーゴスラビア社会主義連邦共和国の旗が見えてまいりました。そして最後にザンビア、この開会式には北ローデシアとして参加しました。ザンビアが今日の午前7時個々の声を上げました。ザンビア共和国の旗、そして整然とした開会式とは打って変わった和やかな伸び伸びとした入場風景が展開されます。選手団が腕を組んで日本の日勝旗を囲み始めました。肩車をしている人たちもいます。第1コーナーのところに駆け寄って
あ、日本の福井選手、福井誠選手が肩車されてます。日照旗がひときわ高く上がっています。日本の旗手福井誠選手、帽子をかぶり赤いブレザーをつけておりますが、ひときわ高く見えております。こんなに福井選手、思い思いの服装で、ある人は傘を片手に、ある人はカメラを首からぶら下げての外国選手だ。一方こちらは整然と足並み揃えた日本選手団の入場です。日本選手団、足並みを揃えましての堂々たる入場でございます。その日本選手団の後にまた続いて入ってきた人たちもいます。日本選手団に対しましてひときわ高い拍手が送られております。赤いアンツーカーも心なしか毎日の競技に色あせた感じがいたしますが、その上に色も鮮やかに白と赤のコントラスト、日本の大デレゲーションが続いています。日本選手の中にただ一人外国選手が混じっています。こうして賑やかな入場が長々と続き、全員がようやくフィールドに入り終われば、センターポール中央に日照旗、左にギリシャ国旗、そして右には次のオリンピック開催地メキシコの国旗が翻り、メキシコ国歌が吹奏されます。いよいよブランデージ IOC 会長による閉会宣言が行われます。私は国際オリンピック委員会を代表して、天皇陛下並びに日本国民、東京都及び東京大会組織委員会に対し、新人なる感謝の意を表し、ここに第18回オリンピック競技大会の閉会を宣します。伝統に従い、今から4年後メキシコシティにおいて挙行される第19回オリンピック競技大会に、全ての国のアコードたちが参集されるよう呼びかけます。そしてその大会が喜びと親しみのもととなり、オリンピックの日が人類の幸福のために、この上とも一層の熱意と勇気と光栄のもとに世代を通じて伝えられんことを願うものであります。場内から思わず拍手が起こりました。聖火は次第次第に炎を小さくいたしました。今完全にその姿を消しました。こうして今ここに聖火は消滅し、電光掲示板にはくっきりと1968年メキシコで会いましょうの文字が浮かび上がりました。そして15日間東京の空に翻った五輪旗が下ろされます。バックスタンドに小さなランプを灯しまして、これが蛍火のように浮いておりますブラスバンドの演奏する中に、静かに今メインポールから海上自衛隊員の手に移りました五輪旗、鈴木一位を先導といたしまして、ホールの下から南のゲートへと姿を消そうとしております。蛍の光のメロディーとともに、今フィールドを取り囲みました190名の東京女子体育大学の生徒、松明に火を灯しました。暗い場内にオレンジ色の炎が輝き始めました。聖火は先ほど姿を消しました。しかし今また松明の炎がその聖火を再現しております。暗いフィールドに揺れる松明、夜空に映える花火、電光掲示板にはローマ字が赤々とさようなら、光と影の美しい閉会式。第18回オリンピック東京大会は1964年10月24日東京の夜の帳とともに、こうして聖光里にその幕を閉じたのであります。